よい闇の影始やじまるよなんでこんな声で始めてるかは教えないよ前回のパートに言った通りザッピングカラさんの方やっていくよさあこっちに入ってこの階にありそうだっていうものを探しに行くそういうんがカラさんルートの方なんやけど さあそれがどこにあるかっつうのが問題点なんよスケジュールでここにも探し物はなさそうねここじゃないんかなまあ一番探し物でよくありがちだとしたらやっぱ社長室かあちょっとなんかちょっと光ったぞ ここってか、光よるやん。なおで光ってるやん。光ったじゃなくて光りよるやん。なおじゃん。ぼわずじゃなくてなおじゃん、もう。なんなん、これ。中に何か、え、かぐやひ、え <laughs> 竹取物語的な話をするじゃないの現代の竹取物語か、これは。これは日記ねえからお手かりになるかしら。日記あんなに光る <laughs> 日記帳そんなに光らんだろう。なんなん。<laughs> ガッシュのまのほんなん。<laughs> おうどうしよう。 専務にもらった役員室の合鍵なくしちゃった。大会で知られたらめんどくさいことになるから絶対なくすなって言われてたのに、トイレ掃除する前までは確かにあったんだけどな。それ絶対トイレ掃除中になくしてるね。<laughs> トイレ掃除で集中しすぎて、ポケットからポロンと落ちたの気づいてないね。役員室の合鍵か,か。トイレね。これ、口調的に女性秘書やけん。 女子トイレか。入ったことないな、そういやわーい。そういえば女性だ。今俺操作してるの女性だから。入っていいんだ、女子トイレ。わーい。わーい。やった。男人の階段登る。ここにはあるんじゃ。こういうところに落としとってたベタかな、これ。あの日、20年前の8月27日。ずっと後悔している。 だから何も見たくなくて、聞,聞きたくなくて、聞きたくなくて、私は。待てよう見たらミサンガつけとんで、ね、赤いミサンガ。ああ。ジュン君には青いやつを渡して、赤いやつを自分でつけとる感じなんじゃ。じゃ、もしかしたら選択肢にもう一つあった緑ももしかしたらあるかもしれんな。まあ、だからなんだっての話やけど。レン。 私のことを見て驚いてたな。そうよね。だって私は。だって私は。人気 y ー u ー u b ー r カナかな星。あの影たちは過去の思いが切り離された私たち。ええ、どういうことえそれは、なんかの例えかそれともそのままの意味で捉えていいん思いが切り離された私たち。あ、でもさ。 小さい頃の映像でさ、なんか後半に現れた女の人がもしかしたらこの人かもしれんって考えたら、カナダさんかもしれんって、カナダさんかそのお母さんかもしれんって考えたら、それも納得がいかんような話ではない。こっちの方に入っとんか。おおああ、ちょっと見間違いか。違うな。 まあ、だから、この便座の中に入れとるとか入っとるとかそういうんじゃないだろうな。それは嫌だな。<laughs> その、もし便座に入っとったらそしたらさ、それを手掴みで掴みに行く、<laughs> カラーさんは見たくないな。<laughs> ないな。てか、便座、蓋開けてさ、あったわみたいな感じで見つかる。嫌だな。ないよな。お、来たあこれ役員室。 きっと、人の人が懐くした柿ってこれね。きたーセーブじゃあセーブしとくぞ <laughs> よっしゃじゃあ早じゃ、早速行こうじゃ <laughs> 早速行こうじゃって。早速行こうじゃってなんじゃ役員室ってそういや、純くんらが入ったことないよな。こっち、社長室じゃ。<laughs> 役員室ってでどっちだここは部長室だけん。正面は部長室だけん。あれどこだ役員室って。 秘書室よな、こっち。違うよな。あれじゃあ役員室ってこれ救援室じゃ。あれ役員室違う階なんじゃ。まずここで何か探しても,もう探さなあかんよな。そうだったよな。で、それは多分百あ、これか、もしかして。秘書室おて、お,ーおーかカラちゃん、みっけいや、絶対、普通にカラちゃん言ってるし。普通にカラちゃん言ってるし。ね 絶対、カラちゃんの友達ってことで、幼馴染じみたいなことを考えたら、ジュン君って考える。あーい、ジュン君。ジュン君確定。もう、ジュン君確定。<laughs> だから前後のパートを、変態、かしく君みたいな、あ名,前の名前を付け取ったけど、もう、ジュン君決定。タカシ君。<laughs> タカシ君はくん、ジュン君、ジュン君決定みたいな。たかしイコール、ジュン。ようわからんことになる話になってる。いつも一緒だった。ずっと一緒って約束したのに、私は。 まあちょっとふざけ気味に言おうけどさ、もうこれでさ、あの黒い影が、だ男の子のこの黒い影ってもう完全に純くんじゃないんこう切り離された記憶みたいなことを言おったけどさ、そういうことなんか、もう純くんなんかなあれもしかして。で、女の人はカナさんなのか、マイちゃんだのかどっちかわからんけどな感じ。わからんな。まあレンくんはちょっと違うんだろうな、影とは。 レン君分かっとんかなあの影がもしかして実はジュン君やのなんか離れた記憶みたいな感じって分かっとう感じで話しとんかもしれんなどうなんだろうからちゃんみーけでさジュン君でもレン君でもない別の男ができたらさ誰やねんお前ってなる <laughs> あ、役室ここか <laughs> 開いたおっ といきなり光っている光るはずのないものまで光っているからな重要アイテムだんだらこのゲームはあれこれはおっとまたてまた日記社長が机の引き出しのえっと小鍵をなくしたと騒いでいた探してくれと頼まれたがどこにも見当たらない大体社長室をどっかに落として落,とし落ちてたそうだ隅々まで探せば見つかるだろう あの娘もここの鍵をなくしたと言うし、本当にしっかりしてくれよ。まったくだよ。小さい鍵ね。なかなか見つからなそうだけど、その中に私の探し物があるかもしれないし、それでなかったら俺泣くよ。どうしてないんだよって感じで泣くよ。これあれやな。これを知ってようやく調べる気になるんよな、俺らプレイヤーは。 これ光ってるじゃんよ、見たら。光ってないわ <laughs>。紛らわしいぞ、お前 <laughs> 電話の色が紛らわしいよ <laughs> だって光っとう時の色と若干そっくりだもん <laughs>。鍵か。えってことはその辺に落ちとるってことはもう <laughs>、もう1文字1文字、1マス1マスか。1文字1文字ってなんじゃん。1マス1マス、ちょっと丁寧に調べていけば見つかる感じなんかな、これもしかして <laughs>。 さがそうぜドローンボールさがそうぜドローンボールこのようはでかいたからじまそうさいまこそあった 来たもうなんか、主題ポケモンの落ちとるダウンジングマシン使った後みたいな感じになってるやん、もう俺 <laughs>、うん。ん取れたこれがなくしたコカギね。 カーペットの下になんてどうやったら入ってるのかな知らねえわ <laughs> そこまで小さいやつじゃおかしいじゃないんだよお前、えー、子供が食べこぼしたスナック菓子じゃないんやけど <laughs> これぐらいは小さいとはいえそこまで大きくないそこまで小さくはないだろうに、ね、自転車の鍵やんこんな <laughs> 小さな鍵は手に入れたさてこのサイトだったら多分ロッカーとか小さい目のロッカーとかそういう感じのやつなんやけどそっちを開けるんか 鍵のついてなさそうなそっちを開けるんか。これでさ、これがここのドアの鍵とか言い出したらさ、えーってなるから。<laughs> あなんか光っとるでこれ。そこの鍵 <laughs> まずはそこの鍵。あこの写真。まるで昨日のことみたい。写真の裏に日付が7月27日、ちょうどあの事故の1ヶ月前。その1ヶ月前ってことに何か意味があるのか あ何を感じたんきっとこの写真、縦に入っていた写真ね入れておこう。どんな写真だ見せてよ見せてよ見せてよ <laughs> え、もうここまでやっちゃったってことはさ、ここまで進めちゃったってことはもう、こ,この階には何かはないと思ったんですよポルタガイストポルタガイストおるんか黒いやつおるん おぉポルターガイストそのうにおあれ黒髪何か書いてる彼を助けてあげてうん分かってるよフフフ彼ってなュンんのことか助けてあげてって言われても何からイちゃんから舞ちゃんからもうこのままだったらさ一緒に死のうみたいな感じの言われそうやけどそれを助けてあげてっていうそういう流れには感じてしまうけど俺は どう考えても、そう考えてる、そういう、そういうヤンデル的な、そういうヤンデレチックホラーアドベンチャー的な。もう調べるところはないかあれカランさん編終わり終わり終わりかなこんなもんかなこんなもんだろうね。よし。多分もう違う会に行ったりはできない。 と、お、えなん何かあるんあ,あそうか、まだ大切なものを探せてないやん。<laughs> けど、いろんなところを探したような気はするけんな。ま、あ何か見落としがあるんかなん。真実を伝えること、いや、早く伝えてっていうか、俺に教えて真実を。ジュン君には言わなくていいけど、俺に伝えろ。 俺に伝えろーミサンが探しよんかもう完全に青もう青のミサンが探しよんかなもしかして春としたらここっていいよけど見当たらんああなんだなんだかなおいで 誰だお前は今のはお母さんお母さんなんでこんなところ座ってんのえ、お母さんお母さんえ、まさか何か重要いうようなもんここにあるんですかお母さんお母さんお母さんあ、自分の顔かいびっくりした。<laughs> なんかやばいもう,う,う <laughs> やばいもう映っとかなと思ってしまった あ昔お母さんが使ってた机なんはあ,あこの会社におったんじゃお母さん役員だったんやななんかあのはあ,あそうなんじゃやるべきこと探さなあかんもんがあるんだろうけどわ <laughs> かんねえや <laughs> いやーん探し物がさ色違いのミサンガことで,で多分青いミサンガのことなんだろうけどさ見つからないやだからもう潔く順軍のやつや方へ行ってみるわさてここに飛び入れて前回さ違うのみたいな感じのこと言おったよなだからもう飛び降りん飛び降りんからな <laughs> 開かないえーっとまずここ トイレに用ないうん <laughs> そうそうこういう女子トイレに入ろうとしたらこういう冷たい目で見られるのはもう定番ですえーお下痢室うわこれなんかすごい重要な情報入ってるし光ってるよっしゃ行けん資料ファイルの中に一つだけ大きめの封筒があるこれなんだろう月見屋一橋 なんで父さんの名前がもしかしてへそくりへそくりか中に何万か入ってるかこれなんだか息苦しいなぜか見ちゃいけない気がするこの封筒の中に一体何があるっていうんだで開けてみたらさ <laughs> エッチな本だったりすんじゃないのえー、ちょっとちょっと そんなセーブしてからにするに決まってるじゃないですかダメだ見たくないおー七星さんええー、七星さん俺と知らない感じの七星さん知らない感じのイメージの七星さんいつまで逃げるのうわっえっちょっとちょっとえにえええええっれんわあダークネス連やダークネス連やもう <laughs>

なんか、マジカルアドベンチャー的な感じのさ、ゲームじゃないと。<laughs> これなんか、もう、異次元のバトルとか、異次元バトル系の、異能バトル系のゲームじゃないと、あっちゃいけんような技を繰り出してるやん。で、また落ちていくような感じになって、落ちていく。何もわからないまま。 いやー、だって俺、セーブしたかっただけやもんな。セーブしてからさ、開けようと思っただけなのに。え、ちょっと、戻らされすぎだろ。<laughs> えなんでここまで戻ったんこれ <laughs> おいおいおい、セーブしない上に、ここまで戻らされてるぜ。よっしゃ、じゃあ、くぎにもいいんで、今回はこの辺でバイトさせていただきます。でも次回はちゃんとさ、一回見てきっちり開けるから。 それでいいんでしょうが分かりましたよ仕分けいつまで逃げるのいえいえカナさんのおっぱいから追いかけられるのは本望ですお前を助けたいだけなのにあそう言うて俺のお父さんのエロ棒見るのを阻止しようとしてるんだろう、お前んさん思い出していやそんな姿になったマイちゃんのこと見たことないからいい加減なことを言うんだったらおっぱいもむぞボケ